山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ。女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃあ、あれなんてどう？あれってフランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。
いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、そのなんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。おっと、ごめんよ。あ、もしかして、あ、ええ、あのスリ氏は隠れるのが上手でなかなか見つからない。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは。なる。もしも見つ。わかった。おい、お前、盗んだ指輪を。
バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだ。おい、ようやく見つけた。くそ。おっと。まさか。こ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継ぐ。すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？ちょっと前に質屋。ふざけるな。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。